はい、こんにちは、しんやです。こんにちは。なんか新しいスタイルですけど、これ、はい、今日何ですか？今日はですね、はい、まあ、2023年になったということで、はい、去年1年の YouTube をちょっと振り返ってみようかな。おお、まあ、僕も結構出させてもらってますからね、声とかで。藤枝君はもう見てないんで、撮っただけで。いやいやいや、たまに見てますけど。全部は正直見てないですけど、はい、なんで気になるところではあります。まずこの2022年を振り返って反省して、はい、そうですね、2023年に生かそうと思います。そうですね。だ、何が再生回数多いとか分かるんですもんね。そうです。そうですよね、まあ、反省会です今日は。あ、反省会なんですね。藤枝君の僕の反省会なんですね、はい、分かりました、はい、去年の一発目ですね、今から。そうです。なるほど。何か知ってますか、去年の一発目。鏡餅のやつは、お鏡餅のやつ。あ、正解です。やったー。よっしゃー。鏡餅。はい。これはもう感動の対策ですよ。涙なしでは。はい、これいや涙なしとかではないですけど、これは僕は覚えてますね。はい、何個か揃え始めた時からも知ってましたし。はいはいはい、はい。僕もちょっとこれは感慨深かったですけど。そうですね。はい、わざわざなんか車のシーンとか撮り直したりしたんで、めっちゃ覚えてますけど。そうですね。今回が2週目ですか。これ2週目です。あ、わかりました。また12年後じゃない、11年後にまたこれ同じのやるんで。やるっす、ね。はい。これもう NHK で流してもおかしくないぐらいの。そして次、はい、原宿代々木のやつです。山手線の。山手線ですね。覚えてますか。原宿代々木は着いた時のことは覚えてるんだけど、代々木に行く当時はもう覚えてないです。え、なんかありました。大雪の次の日だったじゃないですか。え、じゃあ雪の中歩いたんですか。そうですよ。全然覚えてないです。いや、あれもじゃなかったっけ、しびれ走るのスタジオがあったの。あ、そうです、そうです。それはそうですね。あれ雪でしたっけ、多分。雪を覚えてないですよ。はい、グラススキンです。お、でこれは10万回再生いったらまた次の叩いてみた動画を考えてます、はい、なるほど、まあ、まだ行く可能性ありますね、はい、これ覚えてますか。これは覚えてます。レコーディングの時にやりましたね。そうです、ファラリスのドラムレコーディングをもうパパッと秒速で終わらせて、はい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 、余った時間をこれに使いました。そうですね、はい、それめっちゃ覚えてます、はい、で機材をいっぱい忘れて iPhone テープで、それでも審査が忘れたんですよね。あと君がイヤモニ忘れて。イヤモニだってレコーディング使わないから。いや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 。それはちょっとイレギュラーすぎましたわ。で君のなんかイヤホンをもうテープで止めて、そうですね、すごいやりづらかった。グラススキン結構やってくれって、そうですよね、すごい多く言われた割には伸びてない、はい、ちょっと激しい、霞とグラススキンどっちもちょっとこう遅めっていうか、はい、メロな感じじゃないですか、はい、ちょっと激しめなのも欲しいなみたいな話はなんかしましたけど、ね、でも僕はメロな方が自分をすごい出せるんで。ああ、霞に関してはもう一番気に入ってるんですもんね、フレーズが。いや、グラススキンが一番気に入って。あ、グラススキンですね、はい、グラススキンは自分でも一番ドラムフレーズは気に入ってます。あ、そうなんですね、はい、でも8万5千円ということ。そうですね、あと1万5千円いけば次の次の考えます。はい、代々木新宿、はい、覚えてますか。代々木新宿、でも何かありましたっけ、エピソード。とりあえず何もなかった。何もなかったっ、ね、もうすごい近かった。近いですよね。ガード下通って高島屋の方からでなんか階段上がってパスタ新宿パスタですね。あ、それはなんかそういうボケはしたの覚えてますね。でもこの1月とか2月は週2回更新してたんですよ。そうですね。いや、今考えるとすごいですね。すごいですよ、まあ、今もでもショートを挟んでるんで週2回は死守してるんですけど、週2は絶対ですもんね。もう絶対、はい、今でも今バランスいいんじゃないですか、ショートをそうっすやって、はい、本ちゃんのが金曜日のが基本ですね、はい、トイザラスです。おお、これどこだっけ。神奈川と東京の境目ぐらいか。あ、これは1万円企画ですよね。まあいろいろ買って、はい、まあ、この時買ったなんか水につけてなんか、はい、なんかなるモンスターみたいな、はい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 、まだやってません。あ、やってない、はい、この時ヨーヨー買いましたね。そう、この時買った。そうですよね、はい、そのが後で出てきますよね、はい、それはめっちゃ覚えてます。ホッピングも買ったし。そうだそうだ、タコも買いました。あ、そうだそうだ、そっから派生して動画多いからこの時やれてたんですね。そう、週2でボトルマンも買いました。ボトルマンも、はい、タコ揚げです。タコ揚げ、はい、はい、だからその今話してた、そう、このトイザラスで買って買ってそのまま多摩川に行って。あ、そのままでしたっけ。そうですよ。そうだそうだ、だから
玉川でやりたいから確かこの店舗だった。あ、そうだ、僕が調べて、これはもう二十数年前の自分のオマージュで、はい、オマージュで、はい、伏線がここでそう回収されたんですね、はい、そういうすごいあの流れがあるのに再生回数はいまいちでした、はい、1万ギリギリ やっと1万超えたぐらいな感じです、はい、またでも今時期だから伸びるかもしれないです。この時でも大成功しましたもんね。これはもうすごい上がった、すごかったですよね、自分が飛んでくかと思ったぐらい確かに引っ張られる、うん、すごい上でしたもんね、めっちゃ上だった、まあ、ショートは置いとこう、ショートは置いとくんです、はい、で次新宿新大久保、はい、何覚えてますか？なんかあったかなエピソード、あ、深夜さんが癒着してる、あ、夜中のレコード行ったりそうしましたね、そう、あと大久保のスタジオ行ったり、あ、そうそうそう、そうですよね、すみません、忘れてましたね、アッシュの話してます、アッシュの話しましたね、あとこのサムネになってるこのローランドさんのイタリアン、これなんとローランドさん本人が気づいてくれて、インスタのストーリーに上げてくれてました、ありがとうございますみたいな感じですか、あ、そうそうそう、なのでみんなぜひ行ってください、はい、ベラノッテ2021年ベストバイ、おお、これも見ましたよ、でも確かに あんま覚えてないですね、アップル製品の何でしたっけ、なんだっけ、なんか三脚とか、あ、この撮影関連のやつ、そう、まあ、あと円卓、このサムネになってる、なんかでも見た覚えあります、はい、これは、あ、でもこれ結構いってますね、17,000、まあ、いってるんだけどこれ、はい、結構労力がかかるのね、1個ずつ紹介してこの編集とか、その割にはいってないんで2022年のはないですみんなでお絵かき伝言ゲーム、はい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 、はい、これはもうバンドマンと あのゲーム実況者でお絵かき大会みたいな、あの生配信ですね、そう生配信、あ、 YouTube ライブだ、はい、で僕のはあのマイクミュートして僕のチャンネルでしか聞こえない音声とか入ってるんで僕のでも見てください、これはもうめちゃくちゃおもろい、このお絵かき伝言ゲーム自体が面白いんですか、そう、これめちゃくちゃ面白い、ハイパーヨーヨー来ました、来ました、もう藤枝くんが生きったこれは僕生きましたね、もう生きりに生きり散らした、これは結構僕のウイスキーがこれかって感じじゃないですか僕が生きったのはこれはでもまあそんな再生回数まあまあぼちぼちですね、もうぼちぼちです、ぼちぼちですね、藤枝くんが生きりすぎてみんな途中で、はい、再生をやめてます、いやいやいや、やめないでください見てください、これでも深夜さんめっちゃおもろいって言って、これ自分的にはかなり気に入ってるんですけどね、この動画自体、はい、これ面白かったさ、あのテコみたいなあのあれが確かに面白かったですけどね、その割にはあんま伸びない藤枝くんのせいです、ね、僕が生きりすぎたせいですか、うん、これはでも面白かったですね、もうそれ以来やってません、やってないですね新大久保から高田の馬場、おー、これは何かありましたっけ、いやもう本当何もない道をずっと行ってた、あー、もうずっと何もない道を、はい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 、でなんか公園見つけて公園でこれ撮ったっすよね、そうそう、あー、これはもう全然伸びてないですこれもう1万いってないですね、やっぱ1万はちょっと行きたいですね、1万いきたいですね、最低限として、はいはい、コースト最後の日、おお、これはいいですね、これはもう覚えてますね、これは覚えてますよね、あの深夜さんが最後鹿がなくて、そう、あのどんよりしてた、もうこれも涙なくては見れないいやいやいやそんなことないと思うんですけど NHK で流れそうないやいやいや、そんなことないですけど、これはもう本当最後の日なんで、はい、コーストの、はい、これも超貴重、貴重っすね、コーストファンからしても貴重コーストファンもいるか思い出としてもいいっすね、はい、もうないですからね、これないっすね、このもうここに映ってるもの全てがないですよね、これはちょっとやっぱり、まあ、ディラン・グレイはコーストいっぱいやりましたし、コーストで始まり始まりコーストに終わったバンドですかいやいや終わってないですし、始まったのも全然途中です、バンドのでそしてこの誕生日バースデー生配信、おコンサート前日ですよ、セラフの、あ、そうだ、あの23日の夜から始めて、そうでカウントダウンまたいで、あ、なんかツイートを始めた時でしたっけ、あ、そうそうそう、そうですよね、この生配信でツイートを、ね、あ、ツイッターを発表した、そうですよね、はい、あ、これ僕覚えてます、はいはい、でもこれは、はい、まあ、そこまで伸びなかったんで、はいはいはい、もう消しました、基本的にもう伸びなかったら消していくスタイルになるんで、なるほど、やっぱこうディル・アン・グレイのアルバムも、はい、こういろんな楽曲がある中でよりすぐりの曲がアルバムに入るじゃん、だから僕の YouTube も
なるほど。こうよりすぐりのだけ集めて洗練されたYouTube にします。なるほど。え、じゃあ普通の動画消えてるんですか？もう消えてるのもあります。え、もう洗練された YouTube にするんで。ちなみにインスタグラムもコメント数少ないのはもう全部消しました。え、2020年ぐらいからもう消しました。え、だからもうインスタグラムももう基本消えると思ってか、もう多くコメントがあれば、多くコメントあればまあ残すけど、もう基本消えるものと思って、まあストーリーズみたいなもん。あ、なるほどなるほど。ちょっと長いストーリーズみたいな、そうやって洗練されたインスタグラムに、なるほどなるほど、2023年はしていくんで、はい、YouTube もですね。そう、デッドバイデイライトコラボカフェ第2弾、来ました。謎解きみたいのしたんで。そう、これは覚えてます。もう藤枝くんがいつまで経っても帰ってこない、LINE しても連絡取れない。結構必死になりすぎてこれは結構僕時間かかりましたね。これはもう寒空のスカイツリーの下ずっと待ってた。すいません。高田の馬場目白。はい。これは覚えてます。これは僕が道間違えたんで、ちょっと遠回りして、しやさんがなんやねんみたいな感じで行ったのを覚えてるんですけど、はい、まあそれぐらいですかね、でも。いやいやいや。え？ネズミがいっぱいいたじゃないですか。え？ああ。はい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 。あの駅、割と駅の近くですよね。うん、それそんなピックアップするとこなんですか？あと、はい、藤枝くんの虹、はい、いやそれもそんなピックアップするとこなんですか？なんか壁画があったとこっすよ、ね、そうそうそう、あ、よく覚えてますね。あのラルク・アンシエルの名曲虹を僕が初披露した、はい、そのために再生回数がめっちゃ少ない少ないっす。深夜と一緒に60分勉強する動画です。これちゃんと見た？60分これ見てないっす。え一瞬しか見てないっす。これ、え、これ何なんですか？これはもうひたすら60分僕が謎解きの本やってるのを写してる動画です。スタディウィズミーっていうのがこの頃流行ってて、はい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 、でこれあの流しながら一緒に勉強するっていうのが結構 YouTuber みんな上げてて、あ、その YouTuber と一緒に勉強してる感じになれるっていう。そうそうそう、あ、なるほどなるほど。でもこれ言ってますね結構。いやそうなんですよ、これしかも長いからすごいですね。そう、こんな編集も何もいらない僕もほんと数行しか見てないですけどあ、じゃあこの時はその流行ってるのに乗った感じ。そう、でも再生回数がいってるんで。そうですね、当たってますねこれは。なお分かんないですね。いや分かんないですよ、再生回数増えるのか、はい、とりあえず藤枝くんがシャシャってやつは伸びないです伸びないですね、はい、はい、目白池袋です。はい、はい、これもなんかあったかな、あったかな。いや目白駅の前覚えてる？目白駅の前覚えてますよ。線路沿いがもうスコーンって抜けてる、ね、スコーンは覚えてるんですけど、なんかありましたっけ？いや何もないんですよ。何もないですよね。ドロンパがいたな。ドロンパまあでも今のとこ9000は行ってるんですね。そうですね、9000以下はないですよね今のところ。今のところはないですよね、はい、出ました、来た、マナかける深夜、この対談の様子。これはおすごい再生数がやっぱり、これはすごいですね、6万、はい、マナさんはちょっとしか出てないのに。そうですよね動画も短いですよね、多分動画も短いです。もうほぼ僕の対談前と対談後の感想そうですよ、ね、動画なんですが、でこれはそのマナさんのその対談のやつがあるから、もうそれをなんとか動画にしようと思って撮ったやつですよね。そうです、これやっぱすごいですね、マナさんパワーですね。すごいマナさん、はい、これがでも後のあれに繋がってきますから、ね、そうです、そういうことですよね、はい、ファーファーのおにぎり、あーこれは見ましたよ。お、これはもうツイッターでファーファーの公式がおにぎり作ってみてくださいみたいに、はい、あの挑戦してきたんで、で挑戦して送りました。あ、ツイッターで作りましたって。それなんかなったんですか？じゃあありがとうございますって聞きた。え、はい、池袋大塚です。はい、最後に謎が全て解きます。これどういう意味なの？あーピンバッジみたいな。そう、ああ、あの場所とかめっちゃ覚えてますね。何のその拾った場所とか。あで進んでって大塚っすね。そう、あめっちゃ覚えてますこれは。ただ再生これはもうめっちゃ悪い、これ悪いですね、はい、切っちゃいましたね、とうとう、はい、8000回数が。これ本来ならもう消してる案件ですがちょっと山手線はシリーズなんで。そうですね、ちょっと残しとかないとダメなんで。そうですね、山手線は消せないですね、まあ、一時期消してたんだけど全部。あ、そうなんですか、ちょっとまた復活させました。あ、なるほどなるほど。あ、前からもう消してたんですね。消してます。それは全然気づかなかったです。もう山手線も一回最新以外は全部消してたんだけど。ああ、でもまあないとダメだろうと。まあやっぱシリーズ化してるんで、はい、ちょっともう一回復活させて。まあそうですね、はい。はい。ビレ版で1万円。はい、来ました。はい、来ました。これは覚えてます。これはもう、はい、ビレ版の集合時間に
高林くんがうちに迎えに来たという僕がビレ版で待ってて、そうでこれちょっと貸し切らせていただいたんですよね。そうそうそう、なんで時間ちょっとケツがあって、そうだからこれも途中から BGM 流れ出してて、はい、多分普通にオープンして途中で知ってましたよね、まあはい、お客さんも入ってきて、そうですね、でまあ僕の編集テクニックでなんとかなんとか仕上げましたその時買ったなんかペンギンの卵みたいなのはまだ開けてないです、はい、出たボトルマン来たあ、まだトイザースシリーズあった、はい、そうだこれ再生数これはもうやばい、これはもう本当もうもうすぐ消える、いやこれ消えます、はい、もうほぼ確定、これもうすぐ消えますこれ結構おもろかったっすよね。いやこれは僕もめっちゃおもろいと思ってるんだけど、そうっすよね、まあ、面白かったっすけどね、やっぱりボトルマンちょっと知名度があんまないんですかね、そうなんですかね、皆さんこれを見てるくれてる層の方には、やっぱそこじゃないですか、やっぱり引きが、あボトルマンって何なんだろうっていうのも見ないっていう、一応これサムネ変えたりしていろいろ頑張ったりしてるんだけどあサムネちょっと変えれるですもんね、そうそう、もうあの再生回数低いのは1回サムネ変えたりタイトル変えたりいろいろやって、それでも伸びなかったら消す、これもう消す第一候補、これはもう第一候補結構藤枝くんがシャシャったからね、これ、ね、これもシャシャってましたっけ、だいぶシャシャってた、あ本当ですか、うん、僕がシャシャったのダメなんですかね、そう大塚巣鴨なんかありましたっけ、これはね本当なんもなかったとりあえずこのサムネに映ってる公園で、あこれは覚えてます、ね、遊んでたのしか覚えてない、はい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 、はい、あでもこれ一枚いってる、そうこれ一枚いってるんだよ、こんな何もなかったのに、多分次がマナさんだからその前を見たんじゃないですか、あなるほど、マナさんを見たのが来た方が、はいはいはい、あのどんなのなんだろうっていうので通常時はって、なるほど、多分見てくれた可能性ありますね、はいはい、前を見てあこんなんかっていうことでその前の池袋は全然見てくれなかった、全然見てないです、少なすぎる、ああこんなしょうもないチャンネルかってもうこの辺ぐらいからちょっと志田さん的にはもうこれはちょっとゲストないときついんじゃないかみたいな、別にそういうわけで、それは別になかった、あそれなかったですね、いやこれはもう早く終わりたいなって気持ちでいっぱいだった途中でやめるっていう選択肢はなかった、なかったね、あそれはなかったですね、もうさっさと終わらして次の企画やろうっていう確かにちょっとこの辺はマンネリ化してたかもしれないですね、そうめっちゃマンネリ化してた、してましたよね、はい、出たハイボール出ました、これは僕の一番のシャシャリ効くシャってる2万近くいってますね、まあまあ伸びてます、はい、ウイスキーファンが見に来たんかな、でもやっぱりウイスキーファンなんかコメント僕もやっぱ気になってて見てるんですけど、結構ウイスキーの動画から飛んできましたみたいな、そうコメントがねもう、はい、どんな作り方したか見たかったな氷が残念です、それによって全く美味しさが変わるからもしかしたら苦手でも少しマシになったかもしれないかなと本当に残念、多分普段からあのようなハイボールの飲み方されてる気がしてなりません名だたる銘柄が泣いてますよボロクソじゃないですか飲んでいただくお相手のことを全く考えていないラインナップですねめちゃくちゃ考えたんだけどこれ好きなチャンネルですが今回は深夜さんが大変そうです厳しいね、いやだいぶ考えましたけど、しかも流れ もう今見ても完璧です、まあ、ちょっと今やっぱ好み変わってるんで、当時ちょっと初心者だったんでまだ若干今だったらあのラインナップなんないですけど、でも動画的にはめっちゃ面白い、まあ再生数あるからいいんですけどね、まあやっぱり厳しい意見ありますよね、この厳しいですね、こういう専門的な動画になると、まあ、これはシャシャってる割には良かったですね、シャシャってなかったらもっと伸びてたかいやいや今回別にシャシャるとこじゃないですかはい出ました、巣鴨にマナ様来ました、去年1位じゃないですかもしかしたら、これ去年1位、おお20万もうダントツやば、これはもう上げた日にもツイッターのトレンドにもなったし、マナ様っていうワードが知恵さんなんじゃないですか僕関係なくこれはあのその前回の対談の時の話で、はいはい、今度巣鴨とかどうですかみたいな冗談っぽく対談して、はい、もうすぐ巣鴨だからちょっとダメ元で聞いてみようかなと思ったら、はいはいはい、もう2つ返事で OK、これは相当去年でかかったっす、いやこれはもう伝説の回ですよ、伝説の回ですよね僕もこの日はやっぱり結構面白かったっていうか、まあ感動しましたね、もうマリス・ミゼルファンとしてはもうマリス・ミゼルファンの内枝としてもかなりこれは熱かったっすね、はい、これ1位ですね、これはもう2022年1位、はい、1位ですね、もう多分2021年1位の霞もすぐ抜かれますね、はい、これはビレバンとコラボ、あの先ほどビレバンに行った
ことがきっかけで、きっかけで話がえらいとこまで進み深夜さんが手書きしてあのグッズになったやつですね、グッズのキーホルダー、こういうのもやっぱいいですね、この動画 YouTube ならではの。そう、これも YouTube やってなかったらこれなかったから。そうですよね、うん、はい、ビレバンさんだったらまた2回目行ったりしてもいいかもしれないですね。えファラリスボリューム1ツアーグッズ紹介、おこれはもう毎回っていうかこの1個前のツアーから恒例となってるグッズ紹介ですね、はい、もう初日に撮って結構大変なんですよね、毎回時間ない中撮ってるんで、まあ、僕とかは初日は時間ないからね、初日マジ時間ないんで、はい、でも深夜さんのこだわりでやっぱどうしても初日じゃないと意味ないぐらいの、そうそう、だってこの見る人もやっぱいち早く、はい、そうですよね、詳細を知りたいわけじゃないですか、はい、やっぱ動画で見るのが一番わかりやすいです、ね、そうそう、あんな写真とかじゃもう大きさもよくわからんし、そうですね、はい、この素材感もわからんし、わかんないですね、はい、じゃあこれはもう今後も絶対、はい、これはもういち早くいち早くお届けするんで、わかりました、はい、次、駒込田畑、はい、このマナ様のセンスを片身にそうですねあ、これゴルフボールですね、そう、これゴルフボール、あーゴルフボールだけはめっちゃ覚えてます、とこのゴルフボールの前にある踏切が山手線唯一の踏切、あこれがね皆様効果のおかげか1万3000メートルですよね、見てくれた方が次見たり、はい、でちょっとマナ様出てるんでこの回、あそうでしたっけ、センス渡すシーンで、あーそっかそっか、ファラリス発売記念生配信、おおなるほど、でこれはそのちょっと前にカオルくんのニコ生に大くんが出てて、あーフリーダムの、そう、はい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 、被るやんと思って時間をその後にずらしたやつですね、僕がこの日にやってたんですか、この日にやってた、あもうほんと連続でやってた、あーなるほどなるほど、その日はもう一気に生放送で、そうカオルさん、ダイさん、シンヤさんを見れたという、そうこの日もでも別に普通に質問答えてただけですか、あんまアルバム関係なかったいつも通りのいつも通り の, あのこの前やったみたいな、もうゆるふわ配信ですゆるふわなんですね越谷のビレ版に自分のパネルを見に行った動画です、はい、なんと全国各地の5カ所、はい、ビレ版にそれぞれメンバーの等身大パネルが置かれるという、そうだ、それも、まあ、深夜さんのそのグッズプラス、まあ、それ展開してくれるってことでパネル、そう、だそれも深夜さんの、まあ、YouTube のおかげとおかげです、そうです、はい、でそれぞれ全国に1体ずつメンバーのパネルが置かれるっていうので、う深夜さんこの越谷の、越谷にでっかいあのレイクタウンですね、めっちゃすごい、あそこすごいですよね、あれすごい、もう一回来た、ビレ版も広かったそうだね、うん、じゃあなんかビレ版以外もでかかったし、でかかったですね、あそこ住みたい田畑西日暮里、はい、ちょうど半分ですここで、あこれも最後あの黒板みたいなのにサイン書いて、はい、でこれアップした日に、はい、あの見に行ってくれたファンがいて、えもうなかったです、えじゃあ1日で消される、多分1日で消されますね、あそうなんですね、ここでね2週間空くんですよ、あ本当だ、一周やってないですか、そう、はいはいはい、これは藤枝くんがコロナになったせいでこのディルアングレカフェが延期になったんですよ、ほんまや、そうだそうだ、今まで絶対週一をもう守ってきたのを藤枝くんのせいで、あ僕のせい、はい、ここで初めてなくなるんですよこの1回だけですか、そうこの1回だけ、わこれ予定してたんでしたっけ、これ予定してた、あでもう日をずらしたの、これの時はちょっと何もできなかった、もうこれはもうこれ撮る予定でいたから、はい、動画のストックも何もなかったから、はい、もう休むしかなかったじゃあ一周空いちゃいましたけど、このカフェのやつですね、はい、ディルカフェです、ディルカフェですね、これが結構伸びてるんですよ、伸びてますね、4万回再生、ディル関連というのはもちろんありますけど、はい、やっぱ遠方の人とか行けなかった分こういうのまたやったらまあぜひ撮りたいですね、藤枝くんこれ司会する予定も、そうだ飛ばしたよね、飛ばしましたね匠くんが匠さんがやってて、はい、しかも匠さん結構良かったっていう、良かったですか、良かったですよ良かったですそしてそのカフェの後に、はいはい、新木場に行きました、スタジオコーストの跡地に、ちょっとこれはもう急遽決まりましたよね、なんかそうですね、深夜さんがちょっと行こうかなみたいな感じで、うん、まあまあでもこれは気になりますよね、やっぱり最後の動画撮ってますから、そうどうなってるのかっていうのを純粋に気になってた感じですか、深夜さん気になってた、そうですよね、この半年経ってどうなってるのかって、はい、これはもう涙なし、これ涙なしでは見れない見れないですね、これは、はい、NHK、 まさか NHK ではないですけど、まさかあんな西日暮里から日暮里、はい、なんか公園行ったんですよね、すぐ
そうそう、このサムネの公園。あ、そうそうだ、謎解きの、うん、変なキノコ、ピンクのキノコ入ってた。あ、そう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 、はい、で、なんかお寺がめっちゃ多かった。多かったっすね、ずっとお寺。なんかちょっと雰囲気のいい小道みたいなのが歩いて、うん、駅がなんかめっちゃ、そう、駅が猫、しなさんのお気に入りの可愛い猫仕様になってますね。それをめっちゃ覚えてます。ちなみにあの猫仕様の看板が、はい、よだかのレコードの山手線謎解きのネタに使われてました。え、これなんかめっちゃ言ってません？これがなぜか1万5000も言ってる。え、何なんですか。でこの辺からもう山手線のモチベーションが上がってきて上がってましたよね確実にクレーンゲーム、はい、モフサンド、モフサンドを取るまで帰れません。あ、これは僕個人的にはめっちゃ好きな動画、はい、あ、そうなんですか、はい、こうつか掴んじゃダメだ、掴んだどうなるんって言ってこう真ん中にそうだそうだあれミラクル起きましたね、はい、あ、それはめっちゃおもろかったですね。あと君がなんか水ひっくり返したりそうだそうだそうだ、興奮して僕がなんか水ひっくり返したやつ。面白かった割にはすごい伸びが悪かったんだまあまあでも全然言ってる、まあ、今は割と言ってるね、はい、伸び率が悪かった最初の方、消す候補に入ってた。でもやっぱ急に伸びるとかあるんですね。そう、やっぱこの後にそのクレーンゲームでコラボするじゃないですか、うん、そういうのもあるのかもしれない。そういうのもあるかもしれない。ボトルマンは今後ボトルマンとコラボしないと、もう無理か。中野サンプラザの一日を密着、はい。はい。これはやっぱり言ってますね。これはもう予想しなかったけど伸びた。いやでもこれはまあやっぱディルのライブの日ですからね。いやこんな伸びるとは思わなかった。あ、本当ですか。うん、ちょうど8月にやりましたもんね。8月1日とかにライブやって、そこで多分延期になった中野サンプラザ、クジェラ君がコロナになったまあ年はさんと僕なんですけどこれをなんでやってみようと思ったんですか。え？なんか急にやってたんでなんか急に思いついた。あ、うん、はい、日暮里からウグイスダニ、お、ニャッポリだ。これは覚えてるよ、ニャッポリ。あのガシャした時ですか。そう、あ、しおりマグネットがなかった。なかった。そっから、はい、ディル・アングレイのグッズのしおりマグネットが生まれたから、いろいろ関連してますねこの YouTube から。もうそこしか覚えてないの、出発して、いや、ほぼニャッポリで、そうっすよね、ニャッポリで稼いで、そうっすよね、あとはなかった何もなかったっすよね、うん、でもこれも結構いってるんですよね。いや、そうなんですよ。この辺じゃあモチベ結構上がってますね。上がってますね、はい、はい、ディル・アングレイクレーンゲーム、はい、これはあのさっきのモフサンドのやってたギフトお礼のアプリ、アプリがあのモフサンドの動画のおかげでここにまたつながったという。おお、ディル・アングレイのもうこのギフトオレでしか手に入んない、そう、オリジナルグッズが、しかも新屋さん書き下ろし、またなんか書いてくれて一回断ったけどでもご利用しですか。ご利用しですあのロボットっぽい、そう、あれも良かったっすね、まあ、クレーンゲームだからちょっとロボット風にしようと思って。そうだそうだそうだ、これも1万4000、5000近いですね。ああ、ぼちぼちです、ぼちぼちです、はい、もしかしたらこれがあったから前回のも見てくれたかもしれないですね、はいはいはい、モフサンドも。そうですね、はい、まあ、前のモフサンドの方がいろいろ面白かったですね。これは面白いんだけどな、はい、このディル・アングレクレーンゲームがなかったら、はい、モフサンドはもう削除されてました羊毛フェルト、はい、これチーカワ作ったやつです。はい、以前にも羊毛フェルト作ったことがあって、はい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 、あれがもう7万回再生されてて、あれ確かに結構伸びてるって言ってましたよね。めっちゃ伸びてて、よし今年もやるぞと思ったら1万回しかも結構なんか有名どころちいかわを持ってきた割にはでもこれびっくりすることに、はい、TikTok でもショート動画を上げてるので、はい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 、それが30万回再生とか、僕ショート動画を、はい、同じやつを TikTok と YouTube と Instagram で上げてるのね、はいはい、だからもう動画によって全然違う。でこの動画は YouTube のショートはいいけど、これは TikTok がいいとかあるんですね。そう、だからもうどれがいいか分かんないから、とりあえずもう全部上げてる、はい、なるほどなるほど。まあでもこの YouTube はもうギリギリ1万ぐらいの感じ、はい、これは TikTok がバズってなかったら消してましたギリギリの動画多いですね。そう、でウグイスダニ上野、これはキネマクラブとか、はい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 、やつですね。それは覚えてますね、このサムネの。ただ特に何も面白いことはないっすね。上のっすよね。まあでも一応1万は超えてますね。まあ一応なんとか1万1000は、はい、iPhone14、はい、の買った動画です。はい、これ少ない、はい、これ消えますこれ消えますか。消えますね、これ多分結構消える確率高いっすね、はい、これ。
この前回もあの開封動画やった、はい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 、ミニにしたみたいな、そうそうそう、はい、その時はどうでした？その時もまあ伸びは悪かった。あ、結構ガジェット系はあんま伸びが悪い、僕はすごい見るんだけど人のチャンネルでも、あのでもその専門の人っすよね。そうそうそう、もういろんなの買ってる、うん、とりあえずミニからマックスっていうこのすごい差じゃん。そうっすね。その、 あのなぜ変えたかを伝えたかったと、ガジェット愛を伝えたかった、はいはいはい、動画です。出た、トンデミ来ました。これは僕もシャシャってる、これはめっちゃシャシャってるシャシャってるから少ない、はい、これはもう本当めっちゃ少なくて、はい、深夜チャンネルの会員とかに1万超えたら見せてないトンデミで撮った動画あるよって言ってもなんとか1万いったんすね、超えさせたやつです。あ、確かに最近公開してましたよね。そう、これ結構面白いと思ったんですけどね。これ面白いんだけど、ね、やっぱ藤枝くんがシャシャると今日半分ぐらい映ってるからね。そうっすよね僕より多分映ってるかもしれない。この緑の棒のやつが本当怖くていけなかったのでちょっと長くなっちゃったんですけど、これもまあ消される対象だったけど、まあなんとかなんとかですね、なんとか残りました。で、まあその会員限定の方で別動画があるってこと、はい、あるんで。出た、上野御徒町、伊賀栗千葉さん来た。ここであのマナさん公開にあやかって、シニアさんがここで爆発をボーンとさせようと、はい、まあ、まずまずまあまあまあ、もうまずまず普段から比べるもう全然普段の4倍なんで、はい、すごいですね、はい、これはもうヨミさんではなくあえて千葉さんにしたところがポイントですね。ポイントですね。こうシニアさんと2人で駅向かったじゃないですか、上野。ああ、すぐ分かりましたもんね。いや、もうすぐ分かったよね速攻で分かりましたもんねこれもロングバージョンが会員限定で見れるようになった、はい、ああ、そうだそうだ、はい、上野動物園行こうとしたけど無理で、そうそうそう、であの忍ばずボートも行けなくて、あれもうちょっと曲がらずに行ってたらボートだったんだけど、あ、そうなんですね、水上ステージもあったし、あ、そうだったんですね。藤枝くんがなんかこっち行きましょうって言うから道それたんだけどちょっともう長くなりそうだなと思って、花火、花火だ、花火、これはもうこれは寒かった、もうもう夏も終わってたし雨降ってたし、雨めっちゃ降って寒かったっすよ、マジで寒いし浴衣一枚で行ったしこう花火 OK なところだったんですけど、よくわかんない公園で、そうそう、もう入り方もわからんし確かに真っ暗やしで頑張った割には一枚も行ってないですね。そう、これもうあの消す候補だったけど、はい、まあ、1万いきそうな気もするんで一応残してます。わかりました。2022年一番過酷な撮影でしたね。平方、これはあれですか、インストアの様子ですね。インスタの様子とブローダウン行ったり、これはあれですね、写真集のインストアで平方行ったからその時に撮ったんですね。そう、これも雨降ってたんですよね。でこれがなぜかまあまあ伸びてるんですよ、ね、あ、ほんとだ、もう枚方市民が見てくれたのかな30万人ぐらいいるから御徒町、秋葉原、うわっ、これ千葉さん効果で次も伸びると思ったら全然伸びてない全然伸びてない、しかもミサの時の話してるの千葉さん前まで1万は余裕でましたよね。そう、千葉さん出たらもう伸びなくなっちゃった前に戻ってるじゃないですか。そう、ミサの話って何でしたっけ。で御徒町にあのスタジオがあってボロクソ言われてた。あ、これ8000はきついですね。これは厳しいね。きついですね。消したいけどシリーズものなので消えません。消えません、ね、はい、ビル・アングレー25周年ツアーのグッズ紹介、はい、これはもう恒例のやつですね。恒例のこの前やってたツアーのやつですね、はい、でこれはなんと2日目に撮ってるんで、あ、これはまだ良かったです。ちょっと余裕があります、はい、初っ端が 2days だとめっちゃいいですね。そうですね、はい、その2日目に撮れるとだいぶ違うんで今後もそのあれでやりたいですねそれはちょっとツアースケジュール組むときに確か次 2days じゃなかったっけ、月火ですね、チッター 2days。 ああ、じゃあ火曜日だから火曜日撮ってでその週の金曜日に上がります。あ、で次があの月曜日なんでその金曜日動画見てもらって月曜日に帰ると、はい、横須賀芸術劇場が5月1日の月曜日、はいはい、じゃあ2日目撮りましょう、はいはい、ドラム組み立て一人で、はい、これ結構言ってますね。これ言ってるんですよね、はい、まあでもこれドラムやってない人も、はい、見て、あ、こんな大変だったんだっていうコメントが多かったです、ね。まあ、こんなだって見ることないですもんね。そうですね、組み立てるところ。これもレアですよ、レア。しかも新屋さんも二十何年ぶりにそう組み立てて、まあ、余裕でできましたけど。まあ、テセウスそう、ね、テセウスの船なんでそれしか覚えてない、そのフレーズ。はい、やばいです。やば。
千葉さん以降ずっとやばいです。8000台をキープしてます、はい、これも何もなかったですね。何もなくても最後の変な駅の看板でもうずっとツッコミとボケを繰り返し、そうだそうだ、結構見てましたよね、うん、10分ぐらい見てましたよね。まあでも8000は行くんですね、なんとか。それまで良かったです、まあ、1年ぐらい経てば1万は行く取れるかな。出たクズハ、はい、枚方の前に先にクズハに行って撮ってるんですね。でこの時雨まだ降ってなくて、そう枚方着いたら急に大雨で、そう、はい、でもやっぱ枚方の中のクズハだから、はい、まあ、再生回数もぼちぼちです。クズハは何万人の人が住んでる？ちょっと分かんないですね。分かんないですね。でも枚方はクズハの人も見るし、クズハじゃない土地の人も見るけど、そうですよね、もうクズハはクズハの人しか見ないから。クズハの人しか見ないくて、これだと結構すごいですよね。クズハ1万人しかいないから。でこれちょっと一個行き忘れたとこがあって、はい、もうちょっと歩いたら、もう僕の生まれた産婦人科があったのに。うわー、もう深夜誕生の地。うわー、そこ行きたかったっすね。そこ完全に忘れてた。あー、行こうとしてたんですね。全然してなかった。それも行ったらよかったな。そう、あ、まあ第2回クズハであるんすか。ただクズハはもう改めて行けてよかったです。よかったっすか。もうすごい変わってて、はい、本当あのさらち買い戻そうかなと思った。真淵からちょっと上がってんじゃないですか、ね、全然あそこで家建てて住んでもいいなぐらい思った。まああのクズハモールでしたっけ、うん、あれありますしね。そう便利ですよね、うん、地元に戻るっすから。私は、まあ、戻らんけど。戻らないっすか、ね。まあ、どっか東京離れろって言ったら、あ、あのクズハのあそこの真淵の土地を買い買い取って、うん、買い戻したい。出た宇宙人の住んでいた館からの脱出。これは、はい、もう分かってた。あ、分かってたんすか。もう謎解きは伸びない、基本。もうちょっと謎解き会に刺さればいいのかもしれないですけどね。そうね、まあ、謎解き会がそんないないからね。これ結構きついですね。7000はなかなかないです。でもこれはもう謎解きをもう一般に広めるために、もう自分が犠牲になってこの動画をもうずっと残しとく。あ、じゃあこれ消さないです。これは消さない。なるほど。もう謎解きをもっと広めるために、まあ、しかもこんなにこう謎が出せる時ってないですもんね。そう、ない。この謎解きが、うん、もうレア、レア動画ですよね、うん。これは結構深夜さん気合入って、気合入っても編集も気合入れて僕もなんか謎のアシスタント設定で急になんか行ったけど、まあだからこれは行った方なんですけど、深夜さん的には7000っていうのは、まあ、行った方、行った方、うん、じゃあこれはもう布教活動の一環として残しておこうですね。でまたどんどんこれはもう続けていきたい、まあ、こういうのがあれば、うん、あ、まあ僕も面白かったんで全然いいですけどね、はい、もしあれば神田東京、はい、見て、うわ6000。うわもうやばい、やばい、いよいよやばいですね。いよいよやばいよ。もう今まで8000まではいってたのに、いきなりガクーン、やばいですね。やばい、7000取り越してますもんね、うん、先月っていうのもありますけど、うん、それでもですね、伸び率的にはどうなんですか。悪い、悪いですね。もう最低、今までで最低。この時もセラフの神田スクエアが発表されてたら行ってってもよかったんだけど、まだ発表してなかったから。それ行きたかったっすね、うん、はい、ドライヤー、まあ、これはまあ僕の好きなガジェット紹介です、はい、伸びの悪いなんか YouTube でしたっけ、 YouTube でやってた企画みたいな。そう、僕がもうずっと見てた YouTube の中で生まれた商品、なんか良さそうでしたけど、ね、これ見ましたけど、いや、なかなか良いですね。で値段も、まあ、ダイソンのと同じぐらい風量あるんだけど、はい、もうダイソンの半額ぐらい買える、あ、安いんですね。そう、もうちょいで1万円そうですね。まあこれはいきそうですね、はい、これまだ先月なんで、はいはい、2022年のドラムセット紹介、これは結構伸びてる。伸びてますね、うん、もうちょいで2万。これ1年前のが10万回ぐらいいってるんで、え、なんかこういうのは伸びるね。まあやっぱ深夜さんはドラマーじゃないですか、はい、だからやっぱドラム関連は、まあ、あのさっきの組み立てのもそうですけど、まあ、みんな気になるじゃないですか、まあ、叩いてみたいなもん。ああ、でもちょっとドラム系苦手なんだけどなんで苦手なんですか。極力ドラムは関連しない方がいいですよね。ドラムはなるべく関連させないように動いてるんだけど、でもこれはメモとして残してるんですよね。そうそうそう、もう自分の記録として、記録として残してるんですよね。今までも写真でしかなかったから、はい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 、これでも確かにいい、スタッフサイド的にもいいんですよ。あ、これあると、うん、あ、この時はこういう感じだったなみたいな、
これをもう25年前からやりたかった。これやりたかったですね、うん、クリスマス配信がもう毎年恒例の。あ、毎年恒例でしたっけ、はい、去年もやってる。あ、本当だ、やってる。はいはいはい、まあまあいつも通りの、いつものゆるふわゆるふわ質問回答、はい、生配信ですね、はい、基本あのシステムですか。そう、特にもう BG とかもなく、なくひたすらそう無音の中しやさんが淡々と答えてる感じで。でも大体1万は超えるから、はい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 、なんか楽だなと。こんだけ山手線とか頑張って撮影して編集して6000とか、はい、まあでもこれをもし毎週やってたらもっと下がってくるのかもしれない。まあそうですね、やっぱりこの節目節目でやってるからいいのかもしれないですね、はいはいはい、この記念日ごとでやってるからいいですね、まあ、一応クリスマスと誕生日はもう毎年やりたいなと思ってるんですけど、あとこういうアルバムの時とか、そうそうそう、そういう大きな行事の時にやるからという。 そして最後の動画です。はい、東京有楽町、お清川、清川さんですね、はい、これはそうか、去年最後の動画なんだ。そう、これもうだってまだ公開して数日なのにいいですね、やっぱり伸びが。そうですね、伸びいいですね、はい、さすが。やっぱこれあの平方の動画の時にジャンヌ・ダルクの話してて、はい、あ、いたと思ってやっぱ難しいじゃないですか、このマナさんやってで千葉さんやってっていうので、そうですね、誰を誘うのかっていう、もしやるとしても、まあ僕ジャンヌ・ダルク好きなんでよかったですよ、これも、はい、キヨさんも結構ノリノリで、でもノリノリでいろいろやってくれましたし、で、あの、はい、手土産にケーキ持ってくれて、そうですねこれ良ければどうぞみたいな感じ で、はい、でそれ持ちながら撮影してたってね、高林くん。そうですね、めっちゃいい人な感じが。ゆきよさんめっちゃいい人ね、はい、めっちゃ可愛いし、可愛い方ですねこれはすごい、もうきよくんの人柄がすごい出て、出てますね、めっちゃいい動画だったと思うんですよね、はい、いやよかった、また山の手が帰り咲いて、まあ、次の動画がどうなるかがちょっと不安ですけど確かに、まあもうあとちょっとで終わりなんで。そうですね、最後はやっぱちょっとどんな感じなんですかね。どうにもならない。いやいや、だってあのもう12年の集大成みたいな感じで盛り上げないと。いやどうにもならない。はい、というわけで、はい、1年振り返ってみましたが、振り返りましたね。もう反省だらけですよ藤枝くんの。なんでタグついてるんですか。いやいや、これいや今日僕こんな映ると思ってなくて、であのやっぱいつもの帽子かぶりたいじゃないですか。帽子いる。いや個人的には欲しくて、ああ新谷さんがじゃあこの白いのだったらあるよって言って、ああ僕の普段愛用してる。いや絶対かぶってるからタグついてるこれあれ、はい、藤枝くんに去年の誕生日に。そうですよ、はい、大事に撮ってます。ありがとうございます。でかぶってないです、撮ってるだけでもう確実にこれがもうついてるんで登録者10万人行きたいですね。おお、10万人で銀の盾がもらえるらしいんで、それここで紹介したいですね。銀の盾は欲しい、うわ死ぬまでにまあ、とりあえず10万人じゃあ、はい、10万人を目標に、はい、2023年は行くんで、はい、チャンネル登録お願いします、はい、初めて言ったさよなら。